画面右、緑のシャツに黒のパンツがホームの鳥取、そして画面左、ピンクのユニフォームがアウェーの福島です。今試合開始の笛が鳴らされました。まずはピンクのユニフォーム福島、ほんで27番の酒井大輔下げます。15番怪我から復帰したい上松、縦パス通りました。17番の田口のシュート、ゴールキーパー正面、しかし強烈なシュート、右足振り抜いていきました。17番の田口優也、サイドバックのビルドアップは去年以上です。中前田、アーリークロス、イスマイラヘディングシュート、わずかに右、イスマイラフリーでヘディングシュートを放ちました。セルイスマイラ、この形で今季得点を重ねています。魚里、中には中、フリーになっている田口、振り返って落として、三沢フリーになった、小牧落としてカニのシュート、決まった。後半の10分、先制はガイナール鳥取、カニ正隆今季2点目です。魚里のクロス、田口粘って一度三沢に預けました。そして外の小牧、よく見ていました、カニのシュート。3節のガンバ大阪 U23 戦でもこのような横パスをダイレクトで決めました。7番のカニ正隆、今季2点目を決めまして、ガイナール鳥取が先制しています。フィジカルを生かしたポスト、大久保キープ、下げる魚里、中には新井、大久保シュート、ポスト、惜しいシュートでした。ワンステップから強烈なシュート、ボランチこれは合いません、奪ったチャンスなる、大久保かわしてシュート、カニもう1点あるか、カニのシュート、惜しいシュートでした。前線からの守備、また狙いすませたシュートでしたが、リズムが出てきました鳥取です。スペースが空いている、少し福島運動量が落ちてきました。中、大久保ダイレクト、胸トラップからバイシクル、豪快なミドルシュートがありまして、 J 初ゴールを決めました。またいで縦に仕掛けた、中低いボールこぼれた、シュート、大久保、後半アディショナルタイム、プロ初ゴール、大久保優、変わって入った安藤が仕掛けて中、そしてこぼれたところ、変わって入った大久保のゴール、大久保のプロ初ゴールが決まりまして、シュートもある、ミドルか、ディフェンス奪った、これはシンプルにクリア、そしてここで試合終了のホイッスル、ガイナール鳥取対福島ユナイテッド FC の試合は